皆さんこんにちは、峰本千佳です。3月になりますと少し暖かくなるといいですね。それでは3月号の解説をいたします。スタート。はい、段課題です。まずは一読いたします。会話を楽しむ春にします。気に障ることは柳に風と受け流し、冷静な胆力をつけたいと思う日々。褒め言葉で嬉しいのは何だろうかと考えたりも味わいがある時間です。はい、1行目です。会話の回はしっかりと左右の払いを伸び伸び伸ばしていただいて空間を開けてください。和の言弁は2画目の線をしっかりと伸ばしていただいて左側に空間を取ってください。楽しがつながってますので、この中心よりもしを右側に引っ張っていただいて、ここのあたりの空間を広く取ってください。楽しいという漢字はこの横線をしっかりと長く伸ばしてください。春は1,2,3の3番目の線をあまり長く書かないようにして、左右の払いをしっかりと伸び伸びと伸ばしてください。空間を開けてください。2行目はこの角みたいになる線を硬くならないように柔らかく書いていただいたり、キーはこの横よりも縦の方が長くなるように書いてください。触るは小里辺よりも右側の方が大きくなるようにバランスをとってください。ことの連綿はこの部分の線が柔らかくなるように書いてください。柳はこの縦の線がしっかりと一番長くなるように引っ張ってください。風もこの線が一番長いので、1画目の左払いよりも中身よりもしっかりと伸ばしておいてください。この角の部分も柔らかく書いてください。受けるのこの股の部分ですが、しっかりと左右に引っ張ってください。三髄辺は2画目を左側に出してください。3行目のレイは2水よりも右側のレイをしっかりと大きく書いてください。静かは1,2,3、4画目のこの横線をしっかりと左側に伸ばしてください。空間を上手に広めに開けてください。こちらの縦の線よりも右側がちょっと上がる位置に書いてください。力、ここの角の部分が硬くならないように柔らかく書いてください。思うという漢字は上の体よりも下の心が広がるように台形のような形をイメージしてバランスをとってください。日という漢字は上の空間よりも下の空間をやや広めに開けてください。さ、3行目まで以上です。はい、4行目です。ひらがなの目はこの部分右側をしっかりと広く開けてください。言葉の言うという漢字は横線、2画目の横線をしっかりと一番長く横に伸ばしてください。空間を下開けてください。言葉の場はこの横線をしっかりと長く書いてください。空間を意識して伸ばして書いてください。嬉しいの右側の喜ぶの口2つありますが、
上の方がちょっと小さめで下の方が少し大きめというふうに大きさの差を出してください。女辺はここしっかりと長めに取ってください。何だろうかの何はここに空間を大きく開けたいので口を上の方に書いておいてください。5行目はこの払いよりも下の部分がしっかりと下の方にあるように空間を開けてください。味は左の口よりも右側の縦の線がしっかりと伸びるように書いてください。上下にスペース空けてください。時間の時もこの皮辺よりも寺を大きく書いてください。関は門構えがありますが、こちらの部分よりもこちらの部分大きめに書いてください。以上です。